はい、どうもスリランカ TV チャンネルです。今日もですね、こんなところにスリランカということでお届けいたしますが、今日はなんと埼玉県の所沢市に来ています。所沢の西所沢っていう駅の近くなんですけども、こんなところにスリランカということで、針釜食堂さんっていうですね、スリランカの家庭料理を出しているお店なんですけども、で毎週ね木曜日こちら出されているそうなんで、今日木曜日なんですけども食べにやってまいりました。はい、行ってみましょう。はい、お待たせしました。はい、これがランチのプレートですね。はい、そうです。じゃ紹介してもらってもいいですか。今日は、はい、ジャスミンライスの上に、はい、胸肉のカレー、ちょっとタマリンドで味付けしてあります。おー、チキンカレー、はい、フライドエッグ、フライドエッグ、うまそうだねこれ。はい、マレーアチャールっていう、アチャール、マレーアチャール、はい、デーツで作った、はい、ペーストのお漬物ですね。はいはい、それからじゃがいもが季節なので、じゃがいものカレー、ひよこ豆、ひよこ豆、ココナッツサンボル、はい、で真ん中のがパリプですね。パリプですね。はい、これがナスの、まあ、甘辛炒めみたいなものです、ね。モージュですか？じゃなくて。モージュですね。ナスモージュ。はい、はね、それからこれは大根葉とトマトのテールダーラーと、あ、カシューナッツがちょっと下の方にちょこっと。カシューナッツ揚げたやつですか？そうですね、はい、フライドカシューナッツです。で、あの上に乗ってるのがひよこ豆のおせんべいのパパダム。ここでちなみにおいくらなんですか？これで1000円です、ね、1000円ですか。はい、じゃあちょっといただいてみまして、はい、はい、じゃあ、どっちだにしますか？ここで、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 はい、まずこれがさりがま食堂さんのスリランカカレーですけど、ワンプレートですね。今ご紹介いただいたような感じなんですけど、このフライドエッグがいいね。これもね、今ね、そちらで揚げておりました。ひよこ豆があったりとか、ナスのモージュがあったりとかですね。結構豪華な感じですね。じゃあちょっといただいてみましょう。いただきます。外のね、店舗っていうことだったんで、どうかなと思ったんですけど、結構本格的な感じですよね。今日はちょっと手じゃなくて、スプーンでいただきますけど。うん、しっかりちょっと辛い感じですね。はい、そしてこのフライドエッグうまそうじゃないこれ。どうすかね。あとチキンがねうまそうだね。うん、いろいろ入ってましてこんな感じです。ちょっと遠いんですけどね、これ多分ですね、車で来た方がいいと思いますけれども、埼玉方面の方ね、特に所沢方面の方はぜひ寄ってみてください。毎週木曜日ですね。詳細はですね、あとで概要欄に貼っときますんで。はい、じゃあいただきますんで、いただきます。はい、はい、ということで、さりがま食堂さんの美奈子さん、はい、どうもよろしくお願いします。こちらは毎週木曜日、はい、そうですね、今こちらは木曜日で、はい、はい、今キッチンカーを作ってて、はい、こちらでデリバリー、デリバリーをしてるんですね、はい、今。そうです、ちょぼちょぼしてて、あと土曜日もこちらで。そうですね、第1土曜日だけ、はい、あとは単発で。そうなんですか。でイベントとか呼んだら来てくれるんですか？埼玉県だけ、埼玉県だけね。1日何食ぐらいだいたい用意されてますか？あ、今この店舗では、はい、まあ、木曜日の2、30です、はい、2、30食、はい、はい、じゃあ早めに来た方がいいですね。そうですね、予約でお願いしてます。あ、予約のした方がいいということですね、はいはい。料理のなんかポイントとかありますか？このおすすめというか、うん、地元 のオーガニックな農家さんから野菜を仕入れて、化学調味料はもちろんのこと、そういうものは使わないで、はい、健康的で、はい、あとはなんかお店の味というよりは、うん、あの夫がスリランカ人なんですけど、あ、そうです、お家の味、はい、お母さんが作ってくれた味 味をすごくこだわってお出しします。あ、そうなんですね、はい、確かに今いただいたんですけど、はい、美味しかったです。はい、ありがとうございます。アチャールがね、はい、すごい美味しかった。アチャールも習ってきました。はい、それとあとチキンカレーもね、はい、しっかり味がついてまして、はい、美味しかったですね。あとフライドエッグもね、あんまりない感じだから、ここで揚げてるんですよね。そうです、フライドエッグとアチャールがバカうまなんですよ。本当にうまかった。フライドエッグを出すとしたら絶対アチャールをつけます。あ、そうなんですね、はい。いや、それが絶妙な美味しかったんで、その2つを言ったんですけど、もう何年ぐらいやったんですか？もともと始めたのは多分6年ぐらいですね、うん、でもここは2年ぐらいだと思う。2年ぐらい。お客さんはどんな、わざわざスリランカカレーって来る方もいらっしゃるんですか？来る方もたまにいらっしゃいますが、たまにいますけど、大部分は、まあ、この辺の方、近隣の方、あとはイベントに出た時に、うん、
にいてくださって。ああ、そうですか。ビジターさんがやっぱり多い。でスリランカは行かれるんですか？結構2年に1回ぐらいで、あの家族が5人なので、はい、すごい飛行機代になってくれたり。もうスリランカはどこですか？コロンボです。コロンボですか、はい。じゃあいつかスリランカでお会いできれば。私も思ってたんですよ、あの日本人の方に案内してもらうスリランカってどんな感じなんだろうって、はい、やっぱりスリランカ人が見せたいスリランカと、はい、日本人が面白いと思うスリランカって、ね、多分違うと思って。違いますね。そこをちょっと絶対、はい、でも知り合いたいと思いつつただフォローだけしていた感じ。そうですか、よかったです、知り合えたんで。そうですね、もうはい、ぜひ来てください。はい、ぜひ。いつなのか分かりませんけど ね、 ですね。なんかコロンボとかみたいですね。はい、はい、コロンボのね、ディープな案内するの私得意なんで、ぜひ、ね、はい、こちらはどうやって来たらいいですかね？西武線の西所沢駅からだいぶ歩きます、はい、そうですね、15分と書いてあったけど。そうですね、はい、であの下山口っていう、はい、狭山線っていうところからもまあまあ歩きますね。はい、11分って書いてありますね。でこの通りちょっと駐車場はすごく広いので、はい、車で、ね、できれば車が良いかな。車でね、はい、はい、住所はあの概要欄に貼っておきますので、はい、ありがとうございます。ぜひ来てくださいということで ね予約はどういう感じで？ツイッターとかインスタグラムが一番、あの、はい、はい、インスタも貼っときますんで、そこにあのね来る際は一言、そうですね、あのそうしてくださると DM をね、ここまで来ていただいてすみませんっていうのは。ああ、ね、もう売り切れですってのも ね早い時間に来て、ね、そうです。何時からですか？11時半から。11時半から11時半とかに来てくださった。そうですね、確実は確実。そうですね、12時ぐらいまでに来ればね、はい、もしくはインスタから。そうですね、予約をお願いしますということでね、はい、サリガマ食堂さんでした。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん来てくださいね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。